こんにちは。スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらです。日本を知ろう伊勢神宮の記念祭です。こちらは2月17日に行われる、祭りごとというか記念日なんですね。何をするかというと、五穀の実りを、祈って神様に祈願をするというイベントです。これ何かというと、暦上は今春ですから、神様はですね、春になったら天から降りてきて、秋になると実はこの逆のお祭りごと、新なめ祭というのがあります。これは実った穂とかですね、五穀に対して今年もですね、1年間無事に収穫することができましたと、ありがとうございましたっていうイベントなんですね。で、今日これはなぜこのテーマを取り上げたかというとですね、まず食べ物にまず感謝をしてほしいということなんです。今食べ物を無駄に捨ててませんでしょうか？お米一粒一粒しっかり食べてますでしょうか？それ以前にいただきますごちそうさましっかり言ってますでしょうか？人間が感謝の気持ちを感じるには、まず僕日常生活のこういう食べ物、命をいただくということに感謝をすることから、人に対しても感謝をする気持ちが持てると思います。今日の子育てのヒントは、ぜひこの食べ物への感謝に使ってみてください。今日は日本を知ろう伊勢神宮の記念祭でした。ありがとうございました。